サマーセミナーでは学校で学べない内容の講座を毎年公民館と連携して開催しております。過去には奈良市長と子どもたちが対談するキャリア教育の講座やお絵描き、書道、さまざまな楽器を使ったコンサートなどレベルの高い講座を開催しております。毎年高評価を得ております。この活動が学校のクラブ支援や放課後学習、土日学習につながっていくと考えております。まずちょっとフルートの歴史についてお話しさせていただきたいんですけども、この楽器は、昔は木で作られていました。金属でできていなかったんですけども、昔はこうやってこういう風なフルートでした。で、だん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 こう、いろんな金属で作られるようになったんですけども、そういう意味でもやってることですね。
何暇